タジアムは素晴らしいコンディションになりました。実況は西岡明彦、解説には今日も笑顔が爽やかな福西崇史さんをお迎えしています。バイエルンミュンヘンがマンチェスターユナイテッドを相手にします。チームは今日の試合でも勝ち点3を積み上げて、ライバルを一気に突き放しておきたいでしょうね。追いつかれれば相手が息を吹き返してくるので、ここで精神的にも優位に立っておくのが理想的です。シーズン制覇が見えてくるのか、振り出しに戻るのか、注目の一戦になりました。ワンビサカ、ボールはマグワイア、リンガード、ここはタックルで止めました。ボールを奪取しています。マルセル・ザビッツァー、ここはサイドを変えてきました。ゴールキーパーがうまく前に出ました。ラファエル・バラン、ロベルト・レバンドフスキーに注目が集まりますね。今日はどんなプレーを期待されますか、福西さん。ポストプレーも得点感覚も素晴らしい選手です。前線での活躍が期待されますね。ルーク・ショー、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。タックルが成功しボールを奪取しました。マルセル・ザビッツァー、ここからどうするのか。レバンドフスキー、キーパーがしっかりと止めました。ジェイドン・サンチョ、ボールを狙ったタックル。クリスティアーノ・ロナウド、仕掛ける前にボールを奪われました。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ここでボールを取り返しました。狙った、シュートを通さない。ボールをクリアしました。コマン、このフリーキックを直接狙ってきましたが、ボールはわずかにポストの外でした。ラファエル・バラーニ、ここでワンビサカ、ジェシー・リンガード、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。マンチェスターユナイテッド、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ポール・ポグダ、ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。ルーク・ショー、マティッチに渡った。ディフェンダーのインターセプト。キングスレイ・コマン、鋭いタックルです。クリスティアーノ・ロナウド、ボールはサンチョへ。これはパスミスでしょう。ボールは相手に渡ります。ムラー、折り返せるか。ニャブリ、決まっていればとんでもないスーパーゴールでした。枠に当たっていなければしばらく語り継がれるボレーでしたね。ルーク・ショー、
バランに渡った。ジェイドン・サンチョ、ライン際でボールに追いつきました。マグワイアに渡った。ボールはルーク・ショーへ。ジェシー・リンガード、タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。ブルーノ・フェルナンデス、ここでボールをダッシュしました。ナイスタックルです。アルフォンソ・デイビス、リュカ・エルナンデスに渡った。マルセル・ザビッツァー、ニクラス・ジューレ、さあバイエルン・ミュンヘンが徐々に押し込んできました。コマン、これはパスカット、華麗にかわしました。ジェイドン・サンチョ、クリスティアーノ・ロナウドへ。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。サンチョ、サンチョがボールをロスト。おっとボールを取り返した。クリスティアーノ・ロナウド、ここはタックルで相手を止めます。キングスレイ・コマン、クロスを狙いそうですがアーリークロスだ。頭上を狙ったループシュート、チップシュートでゴール。ボールは美しい放物線を描いてゴールへと吸い込まれました。難しいプレーを簡単そうに決めてきますね。素晴らしい状況判断です。ブルーノ・フェルナンデス、ポグバに渡った。ルーク・ショー、クリスティアーノ・ロナウド、サンチョ、タックルでボールを取り返しました。ホームチームがなかなかボールを持てません。要はチームとして守備に重きを置いているんでしょうね。そしてチャンスは確実にものにしているわけですから、その作戦は効果的に機能していると思います。ゴールの形が見えたか。バイエルン・ミュンヘン、相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。このヘディングはクロスバーの上、惜しかったですね。もう少し落としておけばというヘディングでした。ワンビサカ、ジェイドン・サンチョ、ボールはマティッチへ。ボールを回してチャンスを伺います。ルーク・ショー、ジェシー・リンガード、クロスを出せるか。ファーサイドの選手に渡ります。ここはキーパーが反応しました。ヘディングシュートをセーブしています。ポグバ、クリスティアーノ・ロナウドが突破を見せる。アルフォンソ・デイビス、バイエルン・ミュンヘン、パスをつなげない。
マグワイアに渡った。ここでワンビサカ、このパスは通さない。バイエルンのうまいパス回し、チャンスを伺います。アルフォンソ・デイビス、ロブで裏を狙います。キーパー止めましたが、まだインプレー、ゴール。キーパーのミスを見逃しません。こぼれたボールをゴールに叩き込みました。まずこのファーを狙ったシュートが良かったですね。しかしキーパーもよく反応して弾いたんですが、ボールがこぼれた位置に味方がいたことが功を奏しました。マンチェスターユナイテッド、パスをつなげない。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。ジェイドン・サンチョ、マンチェスターユナイテッド、サイドのスペースが広く空いています。クリスティアーノ・ロナウド、鮮やかなゴールです。やりましたね。前半終了間際のゴールで1点差に戻しました。これなら後半の展開次第で同点や逆転もあり得るんじゃないでしょうか。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対1。ゲームはハーフタイムに移ります。前半はレバンドフスキーがかなりのパフォーマンスを発揮していましたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。後半のキックオフ、マンチェスターユナイテッドは現在ビハインドです。ポール・ポグバ、ボールはバランへ、ワンビサカ、ジェイドン・サンチョ。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。クリスティアーノ・ロナウド、ルーク・ショー、ここでボールを取り返しました。見事なタックルです。ユナイテッドのチャンスになりそうです。ひとまず前に出しました。パスを折り返します。ルークショー、中の選手へクロスが渡ります。ピンチでしたが、ここはうまくクリアしました。カウンターを仕掛けるチャンスです。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。バイエルン、ここは縦を突くでしょうか。いいタックルです。ポゼッションを取り返しました。
これは裏へ出してきました。危険なスルーパスでしたがキーパーが好判断。ジェイドン・サンチョ、ブルーノ・フェルナンデス、相手に渡したかのようなパス、これはいけません。キミッヒ、レバンドフスキ、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ここまでのポゼッション率を見ればマンチェスターユナイテッドがボールを支配していることがわかります。今のタックルはカードが出るかもしれません。イエローカードはバイエルン。厳しいチェックでした。これはイエローもしょうがないでしょう。クリスティアーノ・ロナウド、ボールをクリアして危機を逃れました。ボールが中央へ向かう。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。セルジュ・ニャブリ、ボールを運んでいます。ゴールキックから再開になります。ワンビサカ、ラファエル・バナーズ、マグワイヤーに渡った。ポグバ、さあユナイテッドが徐々に押し込んできました。このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。レフェリーイエローの判定です。妥当な判定かもしれません。スライディングに行きましたが完全に足がかかってしまいましたね。このボールは重要です。ここはカウンターのチャンス。カウンターからゴールを狙いましたがボールをキープできません。キングスレイ・コマン、味方の位置を確認する。これはキーパーのファインセーブ。今のを決められなかったのは信じられません。ああいうチャンスは滅多にないのでもったいないですよね。ギリギリで追いつきましたね。ボールをキープしました。崩してきた。ボールがこぼれました。クリアできるか。危ない場面でしたが危機は脱したようです。ゴールの形が見えたかバイエルン・ミュンヘン。キーパーがこれを処理します。ラファエル・バナーニ、ワンビサカ、サンチョに渡った。マティッチ、クリスティアーノ・ロナウド、ラッシュフォード、チャンスです。ロナウド、セーブ。クリスティアーノ・ロナウドのシュートを止めます。コーナーからゲームは再開です。おっとインターセプト。マティッチ、クリスティアーノ・ロナウドに渡った。内側に切り込みます。ルーク・ショー、ポグバへ渡る。マンチェスターユナイテッド
ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ポグバ、ポグバがボールを失いました。プレスが効いている。ブルーノ・フェルナンデス、マティッチ、これは読んでいたか。パスをカットしました。ブロックしました。マンチェスターユナイテッドのコーナーです。ここで追いつけるでしょうか。交代で嫌な流れを断ち切って自らに流れを引き寄せたいところです。エリア内へ向かうか。ディフェンスがクリアしました。バイエルンミュンヘンがボールを失いました。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドが打った。ラファエル・バランがカットします。ここはブロックされました。ポゼッションは相手チームに移ります。ゴールの形が見えたか。ユナイテッド、ファールがあったもののアドバンテージを見ています。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。サネ、シュートを打ちたい。バイエルンのゴール。フィニッシュもなかなかでしたが、そこに至るまでの過程が良かったですね。近めからのいいシュートでした。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。ポール・ポグバ、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。どこに入れてくるんでしょうか。ルーク・ショー、ポグバへ。ブルーノ・フェルナンデス、ポール・ポグバ、エディンソン・カバーニ、スルーパスを狙ってきましたがキーパーが果敢な飛び出しで防いでいます。マンチェスター・ユナイテッドがボールを失いました。ブルーノ・フェルナンデス、エディンソン・カバーニ、マイナスにいいボールだ。おっとボールを取り返した。ゴールに向かっています。ここはクロスのチャンス。クリアして一旦流れを切りました。コーナーキックです。ここで選手交代です。いまいち試合に入りきれませんでしたね。選手交代で流れを変えようとの判断かもしれません。コーナーキックを蹴った。ここはクリアされました。トーマス・ミュラー、レロイ・サネ、これはナイスパスカット。
ボールはリュカ・エルナンデスへ。ディフェンダーを抜いた。ミュラー、これはナイスカット、窮地を出しました。パスはまっすぐ相手に渡ります。ブルーノ・フェルナンデス、パスコースにはディフェンスがいます。試合を止めていた分、アディショナルタイムが3分追加されます。中を確認したい。ピンチでしたが、ここはうまくクリアしました。強烈なシュートでしたが、ボールはゴールを捉えられない。大きく外しちゃいましたね。あそこはパワーより精度のあるシュートを選択するべきでしょう。期待のカバーニはここにいます。チャンスです。ロナウド、ゴール、ゴール。この時間で1点差まで迫ってきました。残り時間はあと少し、同点に追いつけるでしょうか。席を後にする観客も出始めていましたが、ゴールを決めました。逆転は現実的に難しそうですが、選手はまだ諦めていませんよ。ここで試合終了のホイッスル。残念ながらチームは敗北してしまいました。この結果、勝ち点で両チームは同点となります。優勝争いは振り出しに戻りましたね。悔しい結果になりましたが、本来のパフォーマンスを取り戻せば、再び相手を突き放すことも不可能じゃありません。次節での検討を期待しています。福西さん、レバンドフスキーのプレーを振り返ってみると、期待通りのパフォーマンスを発揮していましたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。折り返せるか。ニャブリ、決まっていればとんでもないスーパーゴールでした。枠に当たっていなければしばらく語り。クロスを狙いそうですが、アーリークロスだ。頭上を狙ったループシュート、チップシュートでゴール。キーパー止めましたが、まだインプレー。ゴール。キーパーのミスを見逃しません。こぼれたボールをゴールに叩く。ジェイドン・サンチョ。マンチェスター・ユナイテッド、サイドのスペースが広く空いています。クリスティアーノ・ロナウド、鮮やかなゴールです。やりましたね。イエローカードはバイエルン。レフェリー、イエローの判定です。サネ、シュートを打ちたい。バイエルンのゴール。期待のカバーニはここにいます。チャンスです。ロナウド、ゴール、ゴール。この時間で1点差まで迫ってきました。残り時間